そうですかというか、ちょっとね、あまり慣れないところで、コント、慣れないところで慣れてるんですよ。いやいや、ここはそうですけど、コントがあまりまだね、そう、コンビも組んで漫才もあるんで、コント、ちょっとキングオブコントに向けてね、すごい考えようと思って。まあ、いきなり言い訳から入るって、言い訳じゃないですけど、まあ、とりあえず説明からね。シャランキューか、バカ野郎。シャランキューか。言い訳。シャランキューの言い訳、ね、6枚目のシングルでしたっけ。ねえ、まあ、でも最近もう暑いでしょ。暑い。エアコンで大変なんでしょ。そうなんですよ。ないじゃん家に。そうです。どうするのお前。エアコンうちになくてね、今年夏暑いでしょ。暑いよ。僕もう2回熱中症になりかけて、変だわね。はい。カーテンもないんだもんね。そうそう、カーテンもないから、もうあのトマトと一緒ですよ。え、ビニールハウスってもビニールハウス、そう言いなさい。そう、それでもう具合悪くなって、昼間は夜バイトして昼間寝てるわけですから、家で直射日光でヤバいってなって、ヤバいってなって、はい、具合悪くなって、一回漫画喫茶行って少し寝て、これで起きて、もしそのまま もし具合悪かったら病院行こうと思って、まだ一旦漫画喫茶行って涼しいところ行って3時間ぐらいして寝て、起きたらちょっと良くなったから病院行かなくて済んだんです。そんなお前すごいね、そんなギャンブラーな。これだったら病院行こうって。いやだからやばい、だから今まで僕10年間同じ家に住んでるんですけど、どうやったのかなと思って、どうやって生きてたのかなと思って。ただこのペットボトルに 500ml のペットボトルをあの冷凍庫で凍らせて、その夜っていうか昼間寝るときに脇の下とかこういうここに挟んで、頸動脈のところに挟んで寝たりとか。こんなんで出られへんわ。寝てましたよ、これ間に挟んで。それはだいちょっといい感じだ。はい、少しはいいんですよ。ね、こんな立って寝るとこうやって。横ですよ、横、もちろん横になる。ちょっと、まあ、心配なんだよね。やばいよ。ほんと、誰か養ってくれませんか。いやいや、だから今年僕、ちょっと今年の夏、峠かもしれない。峠に死んじゃう。死ぬんだと。ちょっと危ないなと思って。マジで。やばいよ。だから年齢的なものもあると思うんですよ。確かにね。でも、いくつだっけ。今月41になるんですよ。41か。もう、あさってですか。7月30です。ほら、はい。41です。おめでとうございます。いや、41なの。41ですよ。でも、俺もっと上行ってると思ったわ。だって、俺と3歳しか違いないじゃん。はい。すごくない？すごく老化がもう進んだんですよ、お前。そうなんですか。俺より3つ上やで、はい、俺もっと上だと思ってたもん。60ぐらいかと思ってたもん。それきついですよ。おじいさんですよ、その60って。いや、もうおじいさんじゃん。おじいさんではないですよ。だってもう最近ハゲちゃって白髪でさ。いやいや、まあそれはね、そのどっちかにしてほしいんですけども。白髪のせいかね。なんで両方で来るって。どっちかせるのに、どっちかにしてほしいんだ。どっちかにしてほしいんだ。そうですよ。参りましたよ。